voice. そこまで言うか。 On this program, the day's personality will bring you in his own view the Times News. J-O-L-F よいだよ。一緒に考えましょう。声が出てよかった、青山茂春です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。ザ・ボイス木曜日はこの方、独立総合研究所社長で近畿大学経済学部客員教授、青山茂春さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。声が出てよかったという、うん、あのクリスマスあたりに出す、はい、新しい本が、あと400字詰めで9枚になりました。あ、9枚になりましたか。このスタジオに来た時は、はい、あと11枚でしたが、そうでしたね、打ち合わせしながら2枚書いたんであと9枚あと9枚、およそ300枚が、はい、あと9枚になったっちゅうことはですね、うん、普段の日程をこなしながらですから、どれぐらいほとんど寝てないのかな。10日近い。そうですね、先週もほとんど寝てないとおっしゃってましたもんね。その前からですか。やっぱ10日は経ってますね、はい、だもんで、その声が出なくなっちゃったんですよ。あ、そうですか、うん、今ね、飯田浩司ちゃんに僕はよくスイッチが入りましたねって目の前で言われるんですけど、その通りで、スイッチのオンオフ型なんです。安定型じゃなくて、はい、で今スイッチ入ってるんだけど、自分でもね、今喉振り絞ってると分かりますよ。あ、そうですか、うん、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、うん、だってね、戦争に行った士官や兵士考えてください。10日ぐらい寝ないで更新するのは当たり前でしょ。そう思えばいいんだなといつも思ってるんですよ。はい、でも、はい、あと9枚っすからね。あと9枚っすから、一桁、ついに一桁、一桁、 この放送を喋りながら合間に書いてですね放送終わる頃には、はい、不走者って出版社に入れることになってるんで、そうすると奇跡のように出ます。出る出る、いよ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 今年の年末に、うん、僕らの祖国の、まあ、続編というか、これは正編というふうになる。ですね、正しい編、はい、でこれはあの別に謙遜しているんじゃなくて、僕のおかげで出るんではなくて、この編集者、それから構成の方、印刷製本、はい、それから書店に配られる配本の方々ね、こういうたくさんの出版社とその関連の人々が我慢してくれたからですよ。普通もこんなもんできかー越年だってなるところ、越年だし、うちの秘書の清水真美秘書は僕とずっとくっついて僕のこの惨状を見るから、はい、社長来年の建国記念日でいいじゃないですかってえ2月じゃんそれみたいな大幅に延期、うんうん、あのほぼ身内からそれ言われるとガクッとこうなりそうだったんだけど、とにかくあの男児の約束は守らなきゃいけないんで、うん、はい、てかね、これ一度あの祖国は蘇るっていう旧タイトルで、はい、それは僕知らなかったんだけど、いやタイトルは僕がつけましたけど、もうなんか予約販売も始まってたんだって。あ、そうだったんですか、はい、僕それ知りませんでしたが、それでキャンセルになったり皆さん迷惑かけてるんで、あの二度迷惑かけることは本当にあの男子たるものできないんで、女子でもできないと思いますけどと思うんで、でもあと9枚です。皆さん9枚、皆さんに話しながらあと9枚書くんだもん光が見えてきたところですけれども、はい、今手元にもう表紙が、今ちょうど今日独立総合研究所出かけに、はい、ちょうど宅配便届いたんです。本当に。あ、そうですか。玄関出ようとしたら会社の。おお。今これあの今紅茶の前でね、広げてもらっておりますけれども。広げてもらってるんですけど。これは、うん、タイトルはだからその祖国を蘇るっていう、まあ、旧タイトルはそれを変えたわけですね。そうです。もうある日突然っていうか割と最近なんですけど、はい、まあ、よく言えばインスピレーションで、祖国を蘇るって言葉は僕はとても大切な言葉、好きな言葉。まあ、自分で作ったっていうわけでもないけど、ね、自分で考えたタイトルだったんですけど、はい、それはまあ文中に生かすことにして、今はまあこの電波では初公開ですけど、大げさに言って申し訳ございません僕らの真実というタイトルにいたしました。僕らの真実、はい、で今回出す本は僕らの真実の哲学編です、はい、あ、なるほど、はい、で来年前半に実践編というのを出します、はい、もう今回の原稿を書きながら、実は一部それはチラチラ書いてます、はい、で今回英文も、じゃないや、英語タイトルもつけまして、それはまさか Our Truth じゃなくて、はい、Boys and Girls Meet the Country、 はい、少年少女が国家というものに合いますと、はい、だから僕らの祖国の続編であるってところは、その英文タイトルに
繋がってるという感じなんですけれども、うん、まあ別にこんな話する予定じゃなかったんですけど、今日このつるつるのね、はい、表紙が今紙があのこうちゃんの手にあるんですけど、これが来たから思わず言っちゃいますけど、予定してた、つまり祖国はよみがえるの旧タイトルで結構書いてた原稿一旦全部ペンディングにしたんです。あ、はい、だから続編じゃなくて政変っていうのは、はい、言葉のあやで言ってるんじゃなくて、もっともっとその根っこの哲学と理念のところを考えようぜ、うん、どうしてかというと、僕たちのまさしく僕らの祖国は70年前に、はい、正確に言うと69年前に長い歴史で一度だけ負けて、その後国や社会は理念を持っちゃいけない、うん、哲学を持っちゃいけませんと、目標を持っちゃいけないと、うん、それは先の戦争が否定されたからですよね、はい、戦争はもちろん否定しなきゃいけないですけれども、うん、アメリカなどはちゃんと民主主義っていう哲学理念があって、日本は悪い軍国主義だったから二度と目的を持つなという、うん、まあ、はっきりとうそんこな話がこう僕らに刷り込まれたんで、うん、で社会や国に目的がないとですね、はい、簡単に言うと何のために働くかみんな分かんなくなるわけです、うん、何のために学校行って、何のために受験勉強して、何のために良い大学を目指すのか、それがみんな自分のこと、いいところに就職できるとか見え張れるとかね、はい、その自分も自分もになって、うん、でも誰でも心の底を胸の内で知ってるのは、そんなことをいくらうまくやっても頑張ってやっても100年経ったらもう誰もいないんだと、うん、一体人生何の目的があるのかというのが実は僕たちの社会の病の根っこだと思うんで、哲学を社会や国が持ちましょうということを問いかけるには、はい、単なる続編じゃなくて、うん、じゃあそれは何なのか、ジャパンオリジナル、日本オリジナルの民主主義、僕はあると昔から言ってて、アメリカに戦争を負けて民主主義が教わったんじゃない、うん、アメリカが持ち込んだのは多数決で決めてしまう彼らの若すぎる民主主義であって、アメリカは建国からまだ230年前後しか経ってませんからね、はい、日本は神話の部分を除いても2000年以上はるかに経ってますから、はい、だから自分たちの違いを強調するんじゃなくて、その普段のみんなの生き方とこういう国の話というのは根っこは全部同じであって、うん、僕たちは友達と付き合うときに、その自分の個性は何なのか、自分が相手に貢献できる点はどういうところを持っているのか、うん、要するに自立すると同時にその自分の個性というものを把握していないと本当の友達はできないし、はい、友達がいない人生ほどつまらないものはありませんから、でそれと国とか国際関係論とかね、外交とか、はい、安全保障とか全部同じなんで、うん、要するにたかが人間のあることですから、うん、でしたがってその今回哲学編とあえて銘打ったように、その一番根っこのところをもう一度問い直すと、はい、僕自身も今までずっと現場で考えてきたことをもう一度体系化、正直できたなと思いました、この本。はい、そこはあと9枚まだ残ってるから油断禁物なんだけど確かにそうですね、体系化はちょっとできたなと。ただし小学校4年から読んでもらうと思うから、言葉はめちゃめちゃ優しく、はい、日常会話の言葉にしましたし、大人にとっては迷惑だけどルビもまた打ちました、うん、僕らの祖国もそうでしたけど、はい、はい、今回はこの表紙、これ直筆っていうことになりますよね。僕の直筆で書いたんです、日本語も英文も、でそれをそのまま表紙にしてあります。はいはい、前回僕らの祖国は赤い表紙だったんで赤本というふうに、はい、今回のこれはこれ何色になるんですか、帯は。基本的に黒ですよね、黒っていうか白と黒です。うーん、うん、白と黒、赤本の次の青本というのがあったんですが、はい、そうでした。今回は何色だろうと金色って説もあったようですが金色、いや金と銀もね実は考えたんですよ。あ、そうなんですか。うん、金と銀っていやらしい色、いやらしいっていうか派手派手しい色っていう意味じゃなくてですね、はい、例えば日本の伝統芸能、うん、京都で見られるような金箔の芸術とかはですね、非常に穏やかで抑制的なのに金や銀を使うんですね、うん、金や銀をね派手派手じゃなくて使える文化っていうのは僕は世界回ってきて日本でしか見たことない。うん、だから金銀考えたんですけど、はい、本のカバーにするとね、ええ、やっぱり単に派手になっちゃう、派手しいだけになっちゃうからそれでそこからスパーンと逆方向で白と黒にしました。つまり僕らの祖国もそうでしたが、はい、肉筆を表紙にするタイトルにすることも含めて基本的にデザインは常に自分でやってますから、それをプロのデザイナーの方が最終的に形にしてくださると、そのしてくださる技術が素晴らしいんでみんなの目に
触れていただくことできるんですけど、基本的にはアイデア考え方は僕は作ってます。はい、はい、今年の年末に出る、まあクリスマスプレゼントと偉そうですけど思っていただければ、はい、プレゼントと言って金取んのかいっていう、あと9枚というところですね。あと9枚あと9枚でこけて年明けにならないようにしないと。そんな、はい、はい、さ あこの後5時半まで生放送ザボイスそこまで言うかお送りしてまいります。まず株と為替の値動きです。東京株式市場日経平均株価、昨日と比べて135円ほど安い17,248円50銭でした。10月中旬以来となる2日連続での値下がりとなっております。為替は1ドル117円35銭付近、昨日と比べて45銭ほどの円高ドル安となっております。なんかこれはもう総選挙の結果待ちなんで、12月14日まではこういうその小幅な動きは続くと思いますね。はい、はい、さ あこの後のメニューざっとご紹介です。ニュースピックアップ7の前半戦、産経新聞の前ソウル支局長が後半の初公判が行われております。これが1本目のニュース。それからエアバッグのリコールについて、さらに参議院選挙前回行われました違憲状態判決について、それから和紙が無形文化遺産にという、ニュースを取り上げます。後半戦はアメリカ政府の慰安婦問題調査、それから黒人少年射殺事件の抗議デモ、アメリカで相次ぐと、そして香港の民主化デモと、7つのニュースを取り上げます。皆さんからもご意見をお待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。待ってるよ。青山さんとお送りするザ・ボイス、それではこちらから参りましょう。行くぜ。ザ・ボイス、そこまで言うか。4時12分です。 AM1242 日本放送ザ・ボイス、そこまで言うか。今日のニュース7項目をピックアップして青山さんと解説していきます。まず一つ目こちらです。産経新聞の前ソウル支局長が初公判で無罪を主張。韓国のパククネ大統領に関するコラムをめぐって名誉毀損で在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長に対する事実上の初公判が今日27日ソウル中央地裁で開かれました。加藤氏はパク大統領個人を誹謗する意図は全くないと述べて名誉毀損の罪を全面否認しております。これ全面否認するのが当たり前で、はい、単なる無罪主張だけじゃなくて全面否認でないといけないですよね。うん、これは一産経新聞一前支局長のためではもちろんなくて、はい、要するに民主主義の根幹の一つである報道の自由、表現の自由、そして、人間の生きるフェアネス、公正さってことに全部関わりますからね。はい、ここで、ずっとこの加藤さんが日本に帰れないことを含めて、うん、韓国側の不当な圧力に負けてちょっとでも妙な認め方したらもうおしまいでしたから、はい、これ全面否認で当たり前なんですよ。ところがですね、日本の読売新聞の夕刊に、はい、こう書いたんですよね。加藤氏が全面的に争う姿勢を示したことで裁判は長期化する見通しとなったと悪いとは何も書いてないけれども、はい、これ長期化せずに短期でさっさと裁判を終わらせるために一応認めたらいいんですかと言いたくなるような記事の書きぶりで、うん、どうしてこう足引っ張るんでしょうね。朝日新聞だけじゃなくて読売新聞まで、でそのこれはやっぱり一番本当は日本の新聞が遠慮せずに書かなきゃいけないのはですね、はい、この全面否認は当たり前なんで、で、ごく真っ当に司法の場から出てきたその加藤さん乗ってる車に卵投げつけ、はい、そして実質的な落書きのような紙を押し付け、うん、さらには車のフロントに、はい、仰向けに乗っかったり、恥ずかしくないんですか本当に。これそもそもこのパクネ大統領お一人の恥ずべき行為で、はい、韓国の国民の方々の利益にもならない、すなわち国益を損ねて、韓国は もはや民主主義と呼べないような二流国家だということになってしまったことに国民が、あるいは韓国のメディアが怒らなきゃいけないのに、これ国民のごく一部の人、韓国で保守団体と言われる人らしいですけれどね、はい、まあ保守の名前がなくとは思いますけれども、うん、一部の人であってもですね、これでその世界に、日本を含めた世界にアピールしたのはパク・クネさんの個人の問題じゃなくて、そして、韓国の権力が司法が独立できてないと、これはまた極めて未熟な民主主義なんですけれども、
それだけじゃなくて国民にもそれとこうして大きな問題があって、はい、要するに韓国はどこ行ってもこうなんだと、うん、いうことを一生懸命カメラの前で宣伝してると同じですね。うん、でこれやっぱおかしいのはですね、はい、韓国の警察力を考え、そしてこういう団体が事前に騒ぐことを考えればですね、当然これ阻止できたはずです。うん、それをそのままね、やらせたとまでは言わない証拠がありませんから、はい、しかし、まあ、放置したと、うん、まあ、僕日本国民だけど話してて恥ずかしいんだけどこれ、うんうん、はい、図らずも今日日韓局長級協議という、まあ、外交関係の会議があって、そこで懸念は伝達するという方針を、うん、今日菅官房長官が明らかにしております。菅長官自身は極めて遺憾という表現を、うん、使っております。極めて遺憾だけじゃダメですよ、もっと具体的に、うん、僕は例えば今先日ながら申したことですね、うん、つまり、韓国はきちんとこういうのをこういう変な抗議活動をですね、阻止してくれないと、はい、日韓首脳会談も難しいですと、うん、ね、特にその前半の難しいですまで今の段階で言わなくてもですね、はい、ちゃんと対処して阻止すべきだと、うん、いうことを言わなきゃ、はい、うん、極めて遺憾とか誠に遺憾はもうなんて言いますかね、いつもそれ言ってるから、はい、言ったか言ってないのか誰も忘れちゃうような話ですから、そういうことで自らをごまかさないことが日本国にとって大事ですよ。同じアジアの一員で注意すべきは注意する、うん、これも僕近畿大学経済学部で国際関係の講じてますけど、いつも学生職に言ってるのは外交や安全保障を高級な話と思うなと、はい、人間のすることなんで、君が学校で友達付き合うときに、試験でカンニングしてる友達がいたら頭はたいてお前何やってんだと、うん、いうことがあって初めて本当の友達ができるんで、外交も同じだと、だからこういう時にちゃんと本当は阻止できるはずでしょ、なぜ阻止しないんですかということを言わなきゃいけないんですよ。うん、はいはい、では続いてピックアップ7、2つ目こちらです。アメリカの運輸省が高田に全米規模でのリコールを命令。アメリカの運輸省は26日、地域を限定した欠陥エアバッグのリコールでは不十分だとして、自動車部品メーカーの高田に、全米規模でのリコールを求めました。またこれ日本国内にも影響がかなり拡大しておりまして、このエアバッグに関するリコールをトヨタ自動車とダイハツ工業が、新たにおよそ6万7000台、国土交通省に届け出ました、国内ではおよそ260万9000台、全世界で1312万台以上のリコールになるんだと。これは実際にリコールの台数も大きいしですね、はい、で何よりも中から金属部品が本当に顔に当たったらですね、はい、怪我をなさる人が出るわけですから、うん、そういう意味では、うん、もちろん、うん、重大なことなんだけれども、でもアメリカの報道は明らかに大きすぎで、アメリカで大きく報道すると必ず日本も大きく報道するというのはいい加減したらどうでしょうか。うん、まず僕はまあ、僭越ながらレーシングドライバーでもあるんで車のことはよく、うん、知ってますね。これはまあちょっと偉そうな言い方よくないですけど、でリコール年中あるんですよ。あで、一旦あると大体、汎用部品だと台数とても多いですよ。はい、でさっき言った通り今回は怪我なさるという問題があるから、うん、きちんとどこにも周知徹底されなきゃいけないけれど、でもまるでこう日本がどんどん悪いことしてるようなことの報道の仕方は本当におかしくてですね、うん、やっぱり日本の自動車産業叩きっていうところが明らかに感じられる。ちゃんと日本のメディアそれに反撃してくださいよ。うん、ね、で僕が実際に乗ってる、車、例えばロータスっていうね英国の車ですけど、これもリコールありましたし、うん、でロータスなんて台数がとても少ないから、はい、ニュースにならないと言いたいところだけど、本当はそれよりもそのリコールっていうのは結構やってるからですよ。うん、ね、で今回まあエアバッグから金属片飛び出るっていうのは技術的にも非常に不可思議なことがあるんで、はい、でなぜか高温体質で起きやすいと、はい、なんか普通の自動車部品とは思えないような報道になってるんですけれども、うんうん、まあ、前にそのトヨタの車がアクセル戻らないとか転覆するっていうのはほとんど全部嘘だったんで、はい、今回もそののっけからさあ大変だもう日本が迷惑かけましたっていう
この日本のメディアの報道はもうおかしいと思います、僕は。うん、はいはい、ただし、一個、あのフェアに言っておくと、僕はエアバッグのことはあんまり知らないです。というのは、少なくとも僕の知ってるレーシングカーでエアバッグついてるものないですから。ああ。で、僕の乗ってるロータスも最初からエアバッグっていうものはありません。そうなんですね。はい。それはもう、あの、サーキットで、そうなった時にぷくっと膨らむっていうのは。かえって。まあ、いろんな考え方あるんでしょうが、あのレーシングカーも随分安全技術発達したけど、エアバッグみたいに、その、ウエイトが、あの、重さが、うん。重さが増えちゃうものは、まあ、載せないですね。はい、だから、他のところはあんまり知らないです。だから金属部品が出てきたっていうのが、へーっていう感じなんですけどね。まあこれ原因も早く究明してほしいというところですよね。はい。ニュースピックアップ7、2つのニュースを取り上げました。ご意見お待ちしております。メールは voice@1242.com。4時22分です。引き続き今日のニュースを見ていきましょう。続いてこちらです。参議院選の違憲状態判決、菅官房長官が厳粛に受け止めるべきと見解。一票の格差が最大で 4.77 倍だった去年の参議院選挙について最高裁が昨日憲法違反の状態という判断を示しました。この判決について菅長官は今日厳粛に受け止めるべきだと述べております。これはその終わった参議院、一旦終わった参議院議員の選挙だけじゃなくて、はい、これからやってくる12月14日 の総選挙もですね、はい、最大では格差2倍超えてますから、うん、まあ、参議院マシだという言い方はあまりにも志が低いんであって、でこれあのまあ本当は2つ抜本的な考え方があってですね、はい、その本当に全く全部、うん、同じじゃないといけないのかと、うん、いう考え方も実はあるんですが、まあ、ほとんどタブーにされてるけれども、はい、その悪平等じゃなくて本当の平等を考えたらどうなのかっていう議論も僕は別に国会でやればいいと思いますね、うん、恐れずに、はい、それからもう一つはですね、これなんでこの裁判所にこれだけ言われながらですね、帰らないかというと、現在の例えば選挙区割であったり、うん、現在の定数で当選している方がこれを変えなきゃいけないと、はい、これよく言われる言葉ですけど、泥棒が刑法を、はい、作ったり改正したりすると、はい、でそれがある限りは、まあ、これ裁判所が言っても、まあ菅さんが厳粛に受け止めるべきって言ってるみたいに犬の闘病みたいな反応になっちゃうわけですよ、うん、はい、それで立法権を国会から一部剥がして、うん、他にも立法権があるとかあるなんてなったら大変なことになっちゃいますけど、はい、でも差は去りながらその泥棒が刑法を作り変えようとするようなことじゃなくて、うん、利害関係のないところで少なくともその国会にかなりな、はい、強制力というか強制力までいかなくてもかなりな権限を持ってそのこうしなさいと言える仕組みをもう作らないと、これ結局いつまでたってもこうですよ。でこれその先ほど一倍、完全に平等じゃなきゃいけないのかというところで言うと、うん、これ、はい、あんまりその合区だったりとかして、うん、そうすると地方の声がなかなか届かなくなるっていうような指摘もありますよね。あります。で、例えば、その、地域とか、はい、自治体の実情を全く無視して、うん、はい、単純計算でやっていいのか、僕はそう思わないですね。うん、だけど、そういうことを国会で堂々と論議してないでしょ。うん、なんかやらないだけなんですよ。だからちょっと減らして、ちょっと増やして、なんとか2倍以内とか5倍以内に収めるとか、そういうことばっかりで、今回の衆院選も安倍さんなんかはゼロ増5減やったんだからってことを実は強調してるわけですけど、はい、ゼロ増5減っていうのは、まあ、1人の定数も増やさずに、5人だけ減らしましたと、はい、例えば徳島とか福井とか、うん、そういうところはいわば犠牲になって、小選挙が減っちゃったわけですよね、はい、1つずつ、うん。で、それ自体もいいのかと。いわば、声の小さいところって言わないけれども、一部をこう犠牲にしてやるのもどうかなと思うし、はい、で、それで結局最大2倍を超えてるんですからね。それやってもですよ。はい。ですから、やっぱりこの今後のことをずっと考えると、何が問題かというと、これずっと繰り返していくと、要するに選挙の正当性、はい、をこう、例えば中華人民共和国のような独裁国家が日本は民主主義と言ってるけど、本当は選挙が不公平な形で行われてんだと、うん、共産党のやってる
候補者もともと指名している選挙の方が平等だと、いや平気でそんなことを言いますからね、はい、でそういうことになってくるとだんだんその国際社会の中で日本の政権や内閣の正当性に疑問符を工作活動も含めてつけられるということになりかねないと。うーん、今はそこまで言ってるわけではありませんけど、大々的にこうやってずっと報道もされるわけですからね、はい、そうなる前に、抜本的な手を打たなきゃいけない。そうすると国会議員の中に任せていいとは僕は思えないですね。うん、はいはい、では続いて4つ目こちらです。和紙が無形文化遺産に。フランスで開かれているユネスコの政府間委員会で日本の和紙が無形文化遺産に登録されました。日本としては去年の和食に続いての登録ということになります。いやーこれはいいニュースだな。ちょっと個人的なことを言って申し訳ないですけど、僕紙が大好きなんですよ。紙が大好き。やっぱ物書きなんで、はい、そのネットで自分の電子版が出るだけじゃなくて、それもいろんな人に手に入りやすいですから大歓迎ですけどね。やっぱ紙に日本の美しい文字が印刷される、はい、ね、で僕らの本が和紙ってわけにいかないけども、根本に和紙っていう日本独特の紙があるってことがですね、はい、例えば活字ですごく工夫なさってる割と小ぶりな印刷会社なんかも日本にありますよね。だからそういう文化の根っこをこの世界機関のユネスコが認めたっていうのは、これは本当に単にまた一つ世界の遺産に認められたものが増えましたねっていうニュースじゃなくて、はい、和紙に認められたっていうのは僕これ本当にいいニュースだと思うんだな。ニュースってめったにいい話ないけど、はい、そうですね、今日一面トップに持ってきたのは夕刊で一紙だけだったけどね。そうですね、さっき批判した読売新聞だけ。読売ですね。あ、違う、読売毎日新聞も、はい、二紙ですかね、うん、そうなんだね。いや もっと あと東京新聞も3紙ありました、皆さん、はい、ぜひ朝刊でももう一回展開してもらって、ニュースでもテレビでもラジオでもやってほしいですね。はい、ニュースピックアップ7、4つのニュースを取り上げました。残り3つこの後5時台後半戦にお送りします。The Voice、 そこまで言うか。JOLL、 シゲハル青山ニュース100人組で。4時32分です。ニュース100人組で寄せられたメールやツイッターにどんどん答えていただこうと思います。はい、やはりですね、この選挙に絡んでというメールも多いわけなんですけれども、うん、はい、まあ、消費増税についてのメールです。夏さん、うん、愛知県から46歳女性の方、財務省が巨大な力を持つことがよくわかりました。しかし彼らは国民の代表ではありませんので、どうしたらそういう意識を持って仕事をしてもらえますでしょうか。私たち国民は何をしたらいいんでしょうか。また歳入庁の導入は財務省が反対するからできないんでしょうか。国民にしたらいいことだなと思ってしまうんですけれども、ということで、端的に言って大きいことは2つあると思いますね、はい、で1つはこの46歳のナツさん、ナツさん、ナッちゃんじゃなくてナツさんなのかな。このナツさんがおっしゃってる参入庁のことも含めてですね、はい、要するに国民の税の入りからそれをどうやって使うかまで、はい、予算が何もかも全部財務省が独占するという体制をこれ必ず変えないといけないです。これは実は小泉政権時代に、小泉政権時代はいいこと悪いこと両方とも結構くっきりあってですね、なんとかやろうとかとしたことの一つがこの財務省の解体まではいかないけども、はい、その全部握ってしまうのを変えようと、はい、だから経済財政諮問会議っていうのは本来そのために作ったんですけど、今全然趣旨が変わってしまって、どうして変わったかというと、財務省が主たる与党議員、それから野党の大物のところに、はい、財務官僚を回して、この財政諮問会議が、まあ、寛骨脱退、つまり本来は予算の基本方針は財務省じゃなくて、はい、内閣の中の会議で決めるというのをやめましょうねと、やっぱり財務省一本化した方がいいんですよと、いうことに賛成してくれるんだったら、先生の選挙区で小学校の体育館が非常に古いと、はい、直しますは絶対言いませんよ、昨日の官邸のアンカーでも言ったんで、僕のところにやがて、てか間もなく国税庁の査察官が来るかもしれませんが、いやいや昨日も言った通り悪いことしなきゃ何も全然構いませんが、その話を元に戻すとですよ、軽率なことは絶対言うような人たちはないけれども、でも軽率な政治家がそれを聞くとですね、はい、ああそうやってくれるんだと、で現にそうなったりするわけですよ実際に。財務省が直接手を下した形になるわけがないですよね。直接的には例えば
国土交通省であったりですよ、はい、もちろん小学校だったら文科省だったりするわけですから、そこは予算を上げてと、ええうん、でも財務省がうんと言わなかったら何もできないわけですから、文科省も国土交通省もどこもどこも防衛省も全部、はいはい、武装している防衛省だって何もできないわけですから、うん、でしたがってそういうことで経済財政諮問会議今あるっちゃあるんだけども、全然元の姿本来の目的じゃなくなって財務省が余計権限を独占していると、うん、これを変えないといけないですよ、うん、でそれもう一つはですね、この那須さんのおっしゃってるもっと根本的な問題について言うと、さっき僕は申したことなんです。つまり、僕のささやかな書物について申したことではありますけれども、私たちは敗戦後70年近く、はい、国に目的があっちゃいけない、哲学、特定の哲学や理念があっちゃいけない、みんなの共通目標があっちゃいけない、そういうのは軍国主義と言うんだと、うん、ね、軍国主義の復活になっちゃうから、はい、そういうのやめましょうと、うん、言ってる社会の中でですね、受験勉強一生懸命やって、東大法学部に入るだけじゃなくて、そこをさらにそれもずっと勉強試験勉強ばかりやってですね、優秀な成績だから財務省に入れるだけじゃなくて、うん、財務省に入った時の成績、あるいは東大卒業時の成績がいいと事務次官になれるというね、うん、はっきり言うとおバカな仕組みになってるわけですよ。でそういう人たちに、その社会全体がその目的を持っちゃいけないと言ってるのに、突然国のために、はい、やれと言われても、うん、選挙をする政治家は一応建前としては、あなたのためだって言わないと選挙通れないからそれ言うけども、選挙を経ることのない自分の受験勉強だけで全部解決できる人がそんなこと思うわけがないんですよ、うん、だからしたがって、うん、この財務官僚に将来になる人が小学校1年生の時からですよ、本当は幼稚園の時からですね、月光仮面はなぜみんな人気あるのかと、はい、自分のためじゃなくて、つまりなんで顔隠してるかというと、格好つけてんじゃなくて自分が褒めてもらうためじゃなくて、自分は別に誰でもいいんだと、あなたのためにやってるっていうことだから、月光仮面ちょっと古いかな、大変古いけど、月光仮面はみんなのアイドルになったんで、その将来財務省に入って事務次官になりたいっていう男の子がもしいたとすると、それは月光仮面になることなんだと、はい、いうことを教育を含め社会全体に持ち込むと、それは時間はかかっても根本的に変わって、今の私たちが苦しんでるような、財務省が国民を実質的にいじめてしまうようなことは起きないんですよ、うん、はい、だから財務官僚だけ悪者するのやめましょうね、うん、日教組だけ排除してもダメなんですよ、うん、はい、僕たちの生き方に全部関わっていることですから、それを込めて僕は一緒に考えましょうと、うん、僭越ながら申しているんです、はいはい、以上ザフォーカスでした。ザボイス、そこまで言うか。On this program, the day's personality will bring you in its own view the Times News. こいだよ。久しぶりに叫びました。はい。一緒に考えましょう。青山茂春です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。この後5時半まで生放送ザボイス、そこまで言うか、お送りしております。はい。メールをたくさんいただいております、ありがとうございます、はい、和紙が、無形文化遺産、あ、はい、世界文化遺産に登録というニュースありましたが、うん、ケンジさん、和紙作りは冷たく重労働で、うん、量産の難しい人力の世界であると思いますが、はい、丈夫で芸術にも使える伝統的な技術であって、日本が誇る世界に誇る技術の一つだろうと思います、うん、で、これについてはですね、ツイッターでもいろいろ、ただこういうこの重労働であるという和紙、どう残していくべきなのかというような指摘もありました。これ記者時代に僕初任地の徳島で藍染めっていうのを取材して、はい、それからその後京都支局に移ったら、今度は西陣で、はい、例えば染めて川で水に流しますよね、はい、で日本の伝統芸術あるいは伝統技術っていうのは、おっしゃる通りこうすごく冷たかったり重労働だったり量産難しかったりするんですよね、はい、でもこれって絶対変えられない、変えてはいけない、働いてる方に負担を求めて申し訳ないですけれども、どん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 世の中の世界の技術は違う方向に行くんですから、で日本においても汎用技術、西洋に端を発したような技術はどんどんロボット化していって、重労働とか熱い冷たいとか あるいはちょっとしか作れないということと真逆の方向に進んでいくわけですからね、これを残していくっていうのはどれぐらいその値打ちが上がっていくか、だから遺産つまりレガシーっていうだけじゃなくて、もっと貴重な
トレジャー宝として残っていくということですから、はい、ここは一分たりとも揺るがすにしないで変えないで、はい、今までのやり方を続けるってことが一番値打ちを作ると思います。はい、はい、それからツイッターでいろいろいただいているのはですね、はい、青山さん大阪で、番組やってらっしゃるということで、その大阪の情勢、はい、まあ橋本徹さんが、うん、今度選挙に出ないということになりましたけれども、うん、はい、あの辺は突然変えたのは何か裏があるんじゃないのかというの。裏あります。ある。はい、で僕はやっぱ橋本さん今大阪都構想行き詰まってね、普通でいくとニッチもサッチもいかない状況なんだけど、はい、やっぱ政治的なセンスは結構あるなと今回また見直したんですけどね。ほう、東京で大阪都構想ほとんど報じられない、まあ、僕普段東京いるわけですけど、まあ、大学で教えるのとそのテレビ番組で大阪行くたびに思うのは、はい、もう毎週行くたびにどんどん大阪都構想が実現遠のくという状況になってるわけですよ。大阪府議会市議会ももう過半数割れしてるということですね。もうソース感の状態になってるわけですよね。うん、でその時に降って湧いた、まあ、総選挙、はい、でその時に、まあ、素早く出たいと言ったこと自体、うん、これ案外やっぱりね、案外っていうか僕は前から、すいません橋本徹さん本人にも言いましたが良い意味でゴキブリ説そんな簡単に死にまへんでという。あ、なるほど。しかも触覚は極めて働いててですね、はい、僕学生時代にきっちゃないアパートに行った時にですね親に感動されたし、ゴキブリがあんまり出て困るんで、ええ、ごめんねこれご飯食べてる人気持ち悪いかもしれないけど試しに足をちぎってみてほっといたら一発一匹も出なくなったんですよ。へ、これ生物学的に昆虫学からしたらどうか知らないけどすっごいコミュニケーション能力持ってるなと思ったけど、ここ危ないと橋本徹さんはやっぱそういうとこあってですね、うん、さあ総選挙だって言ったら自分が大阪3区に出ると公明党の、勝つはずの、はい、そして松井知事を16区に出すと北川さんって公明党の大物も分かんないぞってことをまず脅して、はい、さあそこでまあ仕掛けを作ったわけですよね。うん、でその仕掛けに公明党がダイレクトに乗っかるわけにいかないから乗っかっていったのが官邸と自民党なんですよ。はあ。で間に入っていってですね、はい、そして、まあ橋本さんを説得するというか間をつなぐというかそれをやってですね、はい、で橋本さんはじゃあ出ないと。うん、でそれもですねその後がまたこの橋本さんって人やっぱ動き早いなと思うんですけど、出ないとなったら突然手のひら返してですね、はい、その大阪と兵庫県の公明党の6選挙区全部維新に立てるって言ったのを全部やめたんですよ。はい、で松井さんははっきりとメッセンジャーだから、いやいい候補がいないから、いや違いますよ、もう出る気満々の人もいっぱいいたんだけど、バサッと全部やめさせて、ほう、これで公明党はその官邸にも恩義ができて、はい、それから橋本さんにも恩義ができたと。それで、官邸の恩義で言うとですね、まあ、自民党官邸の恩義で言うと、これで自民党の弱い横腹、つまり119人という1年生議員を抱えててですね、ここから30人受かったら十分いいような気がするけど、それで過半数割れ、はあ、はい、単純計算で言うとね、他が全部受かっても、めちゃくちゃ多いんだ、はい、だからそこの取りこぼしが一番大問題なんだけど、そこで小選挙区でその公明党は一般的には全て2万票前後は最低持ってると言われてるから、それがちゃんと組織動かしてくれて2万票張り付くんだったら、はい、これ119人が随分返ってくる、そしたらもう過半数割れのような恐怖にならないし、うん、絶対安定多数の266も見えてくるというのがもう見込めるようになってなりつつあるし、はい、それから橋本さんでいうと当然総選挙が終わった後にその今までの大阪府議会市議会での、はい、あの公明党のものすごい喧嘩腰大阪都構想を潰してやるっていうね、いうのが、まあ、少なくとも和らぐ、それで都構想が実現できるほど甘くないですよ。そんな簡単にはいかないけれども、しかしそういうことがまさしくその上辺じゃなくて、はい、誠実の現実 This is politics ですから、やっぱ橋本さんという人は今日方変いろいろあるし、僕はあのやり方いいとは一貫思ったことないけれども、しかしある種の才能を持ってる人は持ってることは確かなんで、善用してほしいですね。はい、自分の手柄を強調するんじゃなくて、はい、本当にみんなのためだけに、まあ、そうおっしゃってるけれども、やっぱり自分を売り込みたいってところも大変あるから、はい、そこを脱して、本当にもう命もいらぬ、名誉もいらぬ、金もいらぬと幕末の指示のようになっていただきたいなと思いますよ。はい、そういう目を見極めるのが今回の選挙なのかもしれないと。そうですね、だからなかなか本当に大義はもちろんありますけど、はい、面白い選挙ですよ。財務官僚と国民が直接対決みたいなところもあるしね。消費税をめぐって、というところですね。
ご意見お待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。それでは5時台のザボイス、この時間の最新ニュースからお伝えします。5時の産経新聞ニュースです。ニュースデスク井戸さん、お願いします。はい、名誉毀損きっぱりと否定しました。共同通信によりますと、韓国のパク・クネ大統領の名誉を記事で傷つけたとして在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長は、今日の公判準備の手続きで、韓国の国民の間に存在するパク大統領への認識減少をありのままに日本の読者に伝えようとしたものだと述べ、中傷を目的とする検察側の主張を真っ向から否定しました。この裁判への関心は高く、34ある傍聴席は日本と韓国の報道陣で埋め尽くされ、およそ30人の立ち見も出たということです。広がり続けています。自動車部品大手タカタのエアバッグ欠陥問題で、トヨタ自動車とダイハツ工業は今日、新たに合わせておよそ6万7000台のリコールを国土交通省に届け出ました。ダイハツのリコールは初めてで、リコールの対象はこれで国内でおよそ260万9千台、全世界では1312万台以上にまで拡大しました。放火犯が捕まりました。今月22日、東京八王子市の東海大学八王子病院で、ガソリンのような液体が入った容器と発煙筒が投げつけられた事件で、警視庁は今日、この病院に通い、事件当日も受診していた八王子市の曽我茂之容疑者47歳を放火未遂の疑いで逮捕しました。曽我容疑者は以前からこの病院の対応について苦情を言っていたということで、警視庁が動機などを調べています。申し立ては退けられました。福井県にある現在停止中の関西電力の原子力発電所をめぐり、滋賀県の住民らが地震の対策が不十分だとして、運転再開の差し止めを求めた仮処分の申し立てについて、大津地方裁判所は今日、再稼働が目前に迫っている事情はないとして、この申し立てを退けました。住民側は原発のある若狭湾周辺は多くの活断層があり、想定を超える地震や津波が起こる可能性が高いと主張していました。減産するのかどうか、G 通信によりますと、中東、アフリカ、南米の産油国12カ国で構成される OPEC 石油輸出国機構は27日、ウィーンの本部で総会を開きます。原油価格の大幅な下落にもかかわらず、OPEC の盟主サウジアラビアが静観の構えを崩しておらず、減産は見送られる公算が大きいと見られていますが、ベネズエラなど一部の加盟国は減産を求めています。で、こうした中、今日発表されたレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均の小売価格は、17日の前回調査と比べ80銭安い158円30銭でした。値下がりは19週連続です。おしまいは、辞任が決まったアメリカヘーゲル国防長官の後任選び、難航しております。有力とみられていた女性のミシェル・フロノイ元国防次官は、オバマ大統領に辞退を伝え、民主党のジャック・リード上院議員も誇示し、ワシントンからの共同通信は、引き受けては簡単には見つからないと、こういう見方を伝えています。ニュースは以上です。はい、今日はこの伊藤さんのそう長い時間でもないニュースの中にね、はい、アメリカ合衆国がいかに深刻な事態になってるかって話が2つあるんですよ。2つ、はい、で1つはね、もう誰でもお気づきの通り、国防長官っていう、はい、アメリカ人にとっては誰でも本来は憧れるはずの仕事のなり手がないとで、僕もこの女性のミシェル・フラノイさん元国防次官を起用するって話聞いた時に、はい、あ、なかなかうまくやるなと、まあ、つまり口うるさいヘーゲルさん切っちゃって、うん、女性初めての国防長官を出すっていうのはオバマさんの、まあ、残り2年の乗り切り方かなと思ったら、もういきなり断られたその後の人の上院議員は国防長官特になりたいんですよ、これは利権とも絡むから、でも断られてる、はい、だからなんと残りの2年は安全保障やあるいは軍事のトップが不在かもしれないっていうですね、信じがたいことと、はい、この実は油の話なんですよ。これ井戸さんのニュースにあった通り、そのサウジアラビアがこれだけの原油価格が下がってんのにですね、もう70ドル台を割りそうな、うん、一バレル、はい、うん、あの一たりですね、一バレル一たり、
それなのに減産しない。普通はこうやって値段下がってくると、突然、その、作る油の量を減らして、はい、減ったら高いですから、そうするのにしない。なぜかというと、アメリカのシェールオイルを叩き潰すつもりですよ。サウジアラビアは溜め込んだ富の全部を使ってでも耐えて、はい、耐えて耐えて、この シェールオイルっていうのは、こうやって原油がどんどん下がっていくと、あんなややこしいコストかけて取り方するものを取る必要がなくなって、これもう間もなくね、この間僕の知り合いのアメリカのエコノミストがメールで送ってきましたが、はい、我が合衆国のシェールオイルの業者は、これ大半潰れるぞと。ほう。もう、a few days。もう、間もなく、何日かで潰れるぞって。そんなに危機的な。そういう状況なんですよ。だから、それは、アメリカにとって本当に危機的な、外交安保、経済、いずれも危機的な状況だということですね。同盟国日本はアメリカだけは頼りにしちゃダメです。はい、以上、産経新聞ニュース、井戸さんでした。The Voice。 そこまで言うか。ニュースピックアップ7。5時13分です。今日のニュース7項目をピックアップして青山さんと解説していきます。後半戦、まずはこちらから。アメリカ政府の慰安婦問題調査で奴隷化の証拠発見されず。今朝の産経一面トップはこの記事です。アメリカ政府が以前実施したドイツと日本の戦争犯罪の大規模な再調査で、日本の慰安婦に関わる戦争犯罪や女性の組織的な奴隷化の主張を裏付けるアメリカ側の政府や軍の文書は一点も発見されなかったことが明らかとなりました。これは今日2つ目のさっきの和紙の遺産のニュースと並ぶ、はい、すごく本当はいいニュースですよね。でこれはこの産経の記事自体も僕は優れた記事だと思いますけれども、はい、大きな意味がある。こういうことをこう見逃さないでしっかりキャッチしたいですよね。ただしこのザ・ボイスのリスナーは本当にメールやツイッターのレベルが高いんですけれども、しっかりメールいただいている中にですね、はい、この一点も証拠が見つからないっていう肝心な報告書のその序文で、この調べた側の幹部であるスティーブン・ガーファンケルっていう人、この人はまあもともと役人ですけれども、はい、その人がこう失望したと、はい、慰安婦問題で戦争犯罪の裏付けがなかったことを失望と表明と、はい、でしかもそもそもこれ調査しろって言ったのは中国製の中国系の組織であって、つまりチャイナマネーをアメリカに賄賂として振りまいているその組織の名前をわざわざ上げて、はい、その期待に応えられなかったのは失望したという意味のことを言ってるわけですから、どれぐらい合衆国の深いところまでこのチャイニーズマネー、ロビー活動といえば聞こえいいけど、要するに賄賂が浸透してるかと、工、はい、作資金が入って、いわば薬漬けのような状態になってるってことですね。まあその一方でこれしっかり考えないといけないです。だから逆に、日本がもちろん安倍さんをはじめとしてうまく活用することが大事ですよね。青山さんが実地でご覧になってきたそのパンダハガーという人たちが至る所にいると、はい、パンダにしがみついて、生活するどころか豪華絢爛な生活ができると。この8月にワシントン行った時に僕が確認したことの一つが、中国はアメリカ一カ国で、はい、そして反日目的だけに絞って、はい、そしてジャスト1年間でちょうど日本円にしたら1兆円使ってると。へえ、これいませんでしたか。それで日本に帰ってきたからですね、はい、日本のインテリジェンスに確認したところ、日本の情報でもそうでした。はい、反日目的だけで1兆円ですよ。だから韓国の立ててる慰安婦像の資金がチャイニーズマネーだったりするわけですよ。ああ、なるほど、はい、では続いて6つ目こちらです。黒人少年射殺事件の抗議デモが全米に拡大。黒人の青年を射殺した白人の警察官が不起訴になったことをきっかけとする抗議デモ、全米170以上の都市に拡大しております。発端となったのはミズーリ州のファーガソンというところで、まあここではもう市役所まで、ガラスが破られたりとかいろいろなことになっているようなんですが、これはさっきの井戸さんのニュースでね、はい、アメリカが現に今外交安保それからエネルギー経済でも困った事態になっていると言いましたけど、なんと社会もそうなんですよね、はい、でこれもちょうどさっき言いました、僕は8月にアメリカ行ってた時に起きた事件で、はい、
で、当時からこの黒人青年の側も、強盗犯。うん。なのは、まあ死んでるんで、亡くなってるんで裁判にかけられないんで、確定したことは言えませんけれども、しかし、その強盗に及ぼうとしたってことについては、あまり争いがないわけですよね。うん、で、そこから始まって、こう、まともな議論もできなくてですね。はい。で、アメリカになりに、いわば頑張ってるんですよ。日本だったら、これ、例えば、銃を撃った警察官がメディアの前に姿を立つなんてことはありえないでしょ。うん、本人も、まあ普通出てこないけども、まずその警察が、警察っていう組織が許すわけないじゃないですか。はい。でもこの射殺した、白人の警察官が、その実名で、テレビカメラの前に出て、そしてその、自分はこの黒人青年強盗犯の側から、強盗犯というか強盗容疑者ですね、あくまで。うん、容疑者が殴られたんだということも主張し、そして、銃を実際に奪われそうになったから、発砲したんだと、自分は食えるところはないと言ってるのをですね、その日本では考えられない、他の国でもちょっと考えにくいと思うけど、それを堂々と主張できる、そういうアメリカの良さは残しつつもですね、はい、もう実際の暴動についてそれ一個だにされずに、うん、もう略奪も含めてですね、しかもアメリカはそれぞれの地域の特性が非常にはっきりして違いを主張するところなのに、これはもう州を40超えてですね、はい、つまり5分の4の州で170の町に広がってるっていうのは、うん、はい、そのオバマ大統領になってから余計にその黒人白人の意識が強くなってしまってると。で、逆にオバマさんはああいう、まあ、優柔不断な人だから余計に黒人を優遇してるっていうのが言われるのが嫌で、はい、黒人に対してあまり手当てをしてないっていう面もあるんで余計不満が募ってて、うん、ホワイトハウスに黒人がいるのに何も良くならないっていうのでみんなわーっと荒れる、あるいは荒れると見せかけて略奪するということが起きてるんですよね。黒人の側の失望もこれ深いってことになるわけですか。うん、オバマさんに期待したのにダメだったの。その通りです。はい。その通りです。もちろんオバマさんは黒人層の投票がなければっていうか、アメリカっていう国はですね、戸籍がそもそもない。はい、日本では考えられないですけど。そして、二十歳になったら、自動的にその投票用紙がやってくる日本と違って、自分で登録しないと、投票権もない。はい、で、オバマさんが候補者にいるから、あるいは民主党の大統領候補に生き残ったから登録して投票に行った、初めて投票に行ったって黒人が、アフリカ系アメリカ人がものすごく多かったんですよ。それに支えられてもちろん当選したんですが、はい、その人たちの期待に何も応えることができなかった。それはね、敵を作るのを恐れ、決断するのを恐れ、自分はいつも安全圏にいて、ややこしい機会と難しい交渉をすることすらしないと。それが原因なんですよ。だからやっぱり大統領制のアキレス腱ですよね。一人、大統領一人がそういう人だと、まあ、あともうめちゃくちゃになっちゃうというね。で、これから黒人だけじゃなくて、移民、ヒスパニックの人たちも非常に増えてくると、うん、白人はどんどん少なくなっていくとなると、はい、この先どんどん不安定化する可能性が高いですか？だから最終的には、その莫大なマネーをバックにした中国系の大統領が、はあ、はい、僕はそんなに遠い話だと思ってないですよ。今僕はアメリカに行って、その、昔から知ってる人も含めて、あるいは最近の人も含めて、政府当局者と軍人を話して、その、チャイニーズプレゼントね、中国系の大統領の話して、誰も、それが、はい、奇妙な話だっていう人は、誰もいないです。もう冗談でしょうなんて話じゃないわけですね。あ、そんなとこじゃないですよ。みんなその時にどうやって備えようかと。はぁ、ええ。あるいは、事前にハーブの方法は、日本人のあんただったらなんかないのかとか。いや、真面目に聞かんすよ、一民間人の僕に。で、だって、例えばサンフランシスコの市長はすでに中国系ですしね。あ、はい、はい。では続いて7つ目こちらです。香港の民主化でも逮捕者159人に。逮捕者は159人になった。てきたということで、いよいよ中国牙を剥き出すと。ね、こんなわかりやすいですもん。いやひどい目に遭ってる香港の千人ね、悪いけどこんなバラバラのニュースがあんのかっていうぐらい。さあ北京エイペック終わりました。はい。ガーンと、そのもうとにかくバリケード全部撤去、そして市民の中にそれこそそのお金もちゃんと入れてあるから、はい、市民もこの選挙をしてるやつはひどいやつだっていう話になってて、どんどん逮捕して、これが日本だと逮捕された人々の状況っていうのはある程度想像がつきますけれどもね。はい。これが逮捕された時に取り調べの時や、あるいは拘置されてる時にどういうむごい扱いを受けるのか。で、中国の報道の自由はありませんし、
報道の自由を持ってるはずの日本のメディアも支局閉鎖みたいになったら嫌だから、はい、我が留守の共同通信も含めて必ず手控えるんで、こういう時になると、はい、中国が牙を剥き出すと、それに合わせて手控えるんで、世界のどこにも伝わらない、したがってその拘置された人の中からもう寝返る人は山のように出てくる、あ、はい、そういう本来中国共産党の独裁政治のあり方がどっしゃり出てきたということですよね、はい、でも僕は香港の民主化運動っていうのはこれで潰されるってことはないと思う、生き延びていくと思いますよ。人間の自由の欲求っていうのは本当に強いものがありますから、はい、はい、ニュースピックアップ7つのニュースを取り上げました。このコーナーインターネットで毎日無料で配信しています。番組ホームページをご覧ください。お送りしてまいりましたザ・ボイス、お別れの時間でございます。あと4枚、おお、あと4枚まで来た。生放送で話しながら5枚書いた、はい、すごい、うん、工藤さん、あと9枚頑張れということで5時10分にいただいたメールです、うん、青山先生、あと9枚は愛犬のしげこちゃんのことを書いちゃえばあっという間に埋まるでしょ。ああ、しげこちゃんはい、元気ですか、しげこちゃん。しげこちゃんは昨日こけたんで、あら、明日早朝に、予定1個キャンセルして僕は病院に連れて行きます。動物病院に、うん、僕の運転する車でないと、吐くんです。そうなんですか、はい、もうタクシーでもどの人の運転でもダメで、僕の運転だけしか受け付けない。はい、だからまあ、しげこちゃんをガードしながら、はい、この生放送で皆さんと議論をしながら、うん、原稿を書くとThis is my life 、はい、あと4枚、あと4枚、もうここまで来たら、うん、今年の年末には出せるじゃないですか。出せます、出せます、ついに断言できる、おとか言って4枚でこけないようにしないと。僕らの真実、不走者から発売予定です、はい、というわけでこの時間の相手、日本放送飯田浩司と青山茂春でした。お日の日本放送、この後は今夜もオトパラです。オトパラ JOLF お日のラジオは